あのピッチャーも粘ってくれたんで、今日は野手が打って勝ちましょう。はい、すげえ、すげえ、はい、
ホームランを放った2人です。まずは山本選手から見ていきたいと思います。
素晴らしいホームランでした。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。打った瞬間の気持ちをまずは聞いておきたいと思います。1点差で負けてて、ツーアウトだったんで、自分がシングルヒットで出ても何も起こらないと思ったんで、もう長打を取ろうと思って打席に入りました。長打はもうホームランしか狙っていなかったということですか？そうですね、ホームランかツーベースか、そういうのを狙ってました。ファウルで5球粘りました。あの時の気持ちっていうのはどうだったんでしょう？いや、結構もうなんか無心だったんで、反応してがついてました。向こうの塩田投手も気合いが入ったピッチングをしていたかと思いますが、宮本選手はどんなふうに、どんなボールを打とうというふうに思っていたんでしょう？いや、もう本当に何も考えないとりあえず振り回してたら当たったんで、それが良かったです。それが宮本選手の持ち味だと思いますね。そして一周回ってきた時の心境はどうだったんでしょうか？いや、素直に嬉しかったです。はい。そして宮本選手の同点ホームランを放って、その後続く島田選手のホームランを放ちました。それを見ていた時の心境はいかがだったでしょう？いや、この前富山でやった時も自分が打った後に島田さんが打ったんで、出ちゃったかなと思いながら、なんとなく打つようなのをしてました。そうですか。さあ、これで宮本選手は石川ミリオンスターズは長打を期待されてやってきた、ホームランを期待されてやってきたというふうに言っていました。一つ、二つ、今日までございましたね。今後の意気込みを聞かせてください。そうですね、毎試合ホームランっていうのはやっぱり難しいことだと思うんで、一本でも多く打ってチームが勝てるように頑張るので、応援よろしくお願いします。はい、今後のホームランを期待しています。頑張ってください。宮本選手でした。ありがとうございました。さあ、今度は島田選手に聞いてみたいと思います。さあ、さよならホームランということになりました。どんな気持ちで回ってきましたか？そうですね、宮本が粘ってしっかりホームラン打ってくれて、まあ正直狙ってました。狙ってた。はい。待ってきたボールとかあったんですか？そうですね、1球ボールになったんで、変化球のボールになったので、もうまっすぐハリハリで行きました。それにしても島田選手は上皇寺でも2打席連続のホームラン、はい、このところ大きいのが出ています。それについてはどうでしょうか？そうですね、まだまだ自分の理想のバッティングっていうのはできてないんですけど、これからどんどん伸ばしていければ頑張ります。今日のサヨナラホームランをきっかけに、今後いいヒット、そしてホームランが出るんじゃないでしょうか？そうですね、今日で、まあ、前半戦36試合終わったので、また後半これからどんどん積み重ねていけると思います。そうなんですね、今日で36試合前半戦を折り返すことになりました。この後後半戦に入っていきます。島田選手、ますます活躍してください。はい、ありがとうございます。そして野田地区での開催は今日がこれ2試合7号でやって、これで終わるんですけれども、7号の球場で応援してくださったファンの皆さんにメッセージを送ってください。このコロナ禍の中で、多くの方に来ていただきありがとうございます。これからまた金沢市民球場で、まあ、試合あるので7号の方からぜひいらしてください。よろしくお願いします。はい、ということで今日の勝利ホームランで決めました同点ホームランの宮本選手、そして勝ち越しサヨナラホームランの島田選手でした。もう一度拍手を送ってください。はい、ということで次のインタビューを終わります。ありがとうございました。やばい、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 とりあえず、最後の方が2人ホームラン打ってるんで、特に聞くことないですよ、入れたら。だって別にホームランだから、ね、何にせよ一周回ってくるだけだから。ただ、まあ、先打った宮本君に先聞きましょう。はい、感想とかいろいろその他もろもろ聞きたいな。カモン。そうですね、今日最初の打席から打ててなかった。あと、その逆転された回に川崎がエラーして、
本当すごい悔しそうに帰ってきてくれて、それでまあ微力ながらなんとかしてやりたいなっていうふうに思ってたんで、そこで一発出たんで、まあ自分的にも満足ですし、とても嬉しかったです。はい、続きまして本日の主役京介、島田さんのホームランの感想聞きたいな、カモン。そうですね、1打席目デッドボールで正直結構ぶち切れてました。でまあそれもあってなんとかまあ打ってやろうと思って2打席目まあヒット出て、そこからちょっとまあ中途半端なバッティングになってしまったんですけど、最後宮本が打ってくれ、もうさよならしかないなと思ったので狙って打ちました。ありがとうございます。次の試合、またこれから過密日程になってきますけれども、2人の一撃期待します。いいですけ、よし、よき、ということ、あ、小宮山さんが頑張ってくれると思うんで、おっと傭兵が打ちますけど、タコってばっかりやからね、久しく見てないです。とりあえずみんなで頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあ、あの3人でいつものポーズしましょう。頭に言われたやつ行きましょう。一撃でいきますよ。あったらこれ結構点数いきますよ、せーの。ちょ、何それ。ありました。はい、本日、1回途中から7回途中まで、中継ぎのロングリリーフで、まあ素晴らしいピッチングを見せてくれました金子投手です。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ今日先発ピッチャーが坂本匠ということで、まあ本当に途中で肩抜けてしまい、本当に緊急当番だったと思うんですけど、そこに関してはいかがですか。そうですね、前回もあったんで、まあ、もしかしたらということで早めに準備はしようとしてたんですけど、まさか初回とは思わず、なんとか急いでスパイク履いて、まあ、でもちゃんとアピールはしてました。まあ今日もすごいロングリリーフでしたけど、どこまで自分で行こうって思ってましたか。球数少なかったんで、いけたら最後まで行こうとしてたんですけど、まあちょっとピンチだったんで、そこはもう助けてもらいました。試合が終わってみれば、途中逆転で負けている時もありましたけど、まあ、最終的に9回裏に2者連続ホームランの逆転サヨナラで勝ちました。まあ、僕らから見てると金子投手のピッチングが、今日の勝ちにつながったんじゃないかな思います。そこに関してはどうですか。まあ、僕が崩れても高見君がいたんで、そこはもう思い切って投げてました。ありがとうございます。はい、まあこれからもまだまだ試合が今日でちょうど半分ぐらい多分終わったと思うんで、まだ半分ありますけど、意気込みの方お願いします。はい、まあどんな場面でもちゃんと自分のピッチングをして頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。ナイスピー。